KBS 普山放送総局は、普山広域市と軽症南道東,東部の一部を放送エリアとする韓国放送公社の地域放送局。第1テレビ第2テレビエブステレビ第1テレビ第2テレビ第1ラジオ第2ラジオ音楽 FMU、KBS ソウルにあった民放、TBC 東洋放送の直営テレビ局、東洋テレビジョン、普山放送が、 言論統廃合により1980年11月30日の放送を最後に廃局。k b s 不山放送局に統合。翌日から東洋放送を統合してできたチャンネル k b s 不山第二テレビジョンとして放送開始。しかし第二テレビジョンが今のようなバラエティあり、ドラマあり、ニュースあり、コマーシャルありの総合編成番組が放送されるのは 数年間後になってからのことである。富山第一ラジオ放送は1962年3月1日から1995年4月3日までの間、KBS ワールドラジオの日本語放送を現地時間24時から1時の1時間放送していた。これは夜間日本でも韓国からの電波が比較的届きやすかったことを配慮したもの。 当時同じ周波数で放送されている NHK 仙台放送局のラジオ第一放送は24時から5時はメンテナンスによる休止時間になっていた。このため一時期午前0時から日本語放送をお送りしますというアナウンスが時報の前に放送されたことがあった。現在は廃止されている。同様に韓国国内向けの周波数を使った対日日本語の放送は f ー b c ーーのチのジュ局と放送があり、こちらは現在も実施している。NHK 大阪放送局と1986年8月4日に協定を結び、地域放送において協力関係にある。朝鮮通信誌400年目だった2007年、NHK 大阪放送局と通信誌関連の番組を一本ずつ制作し、両局で放映した。NHK 大阪は、 関西特集、朝鮮通信史400年、その知られざる歴史を制作。KBS 不山が制作した、朝鮮通信史400年前の関流も NHK で放送された。1987年と1988年は、サマータイムが行われており、通常より1時間先に進めていたため、 現地の零時一時にあたる日本時間は、前日二十三時の二十四時となっていた正式には、当時二十四時から君がよ日本国歌演奏。放送局名 i d j ェレスタによる終了イズがあるため、NHK 仙台が停波するのは零時五分、頃であった。緊急有事と年末年始など、例外あり九百九十年からラジオ第一で、ラジオ深夜便を試験的に放送し、 その放送がある時は24時間放送となり、渾身も激しかった。1992年に正式な提示番組として昇格したが、メンテナンスによる放送休止であっても、深夜便は午前1時までは通常通り放送していたため、日本での地震状態はさらに悪化してしまった。NHK 大阪放送局70年市編集委員会。 こちらジョブック NHK 大阪放送局70年代 NHK 大阪放送局1995年236から237ページ NHK 放送文化研究所 NHK 年間2008日本放送出版協会2008年420ページありがとうございます